はい、今回はですね、OD 管の調査をしてみましたので、短い動画ですが紹介します。一般的に CB 管より高いというイメージがあるので、ちょっと近所のアルペンアウトドアーズで購入してきまして、このスノーピークの金管ですね。購入してすぐにですね、まずは重さを測ってみました。この、容器の管を含めてですが、209.56g ぐらいでした。で、これでちょっと1回分の朝食を作ってみて、どのぐらいあのガスが減るか調べてみようと思います。今はですね、こんな風な朝食が多いんですけど、これセカンドストリートで買ってきた、ソロ用のグリルパンですね。こちらで、まずウインナーを焼きまして、で、ホットサンドを作るという流れです。食パン挟んで、普通に、こんな風に、ちょっと、もたもたしてますけど、朝食を作っていきます。ホットサンドなので、中火で1分半ぐらいですね。表面と裏面を両方焼きました。全部このガス管でやってみて、普通に朝食ができましたので、こちらをいただきまして、で、ガスがどのぐらい減ったかなということで見ると、はい、一度ホットサンドメーカーを使った後です。202.1 になりました。つまり、1回のホットサンドメーカーでガスを 7.5g 使ったことになります。100g 入ってるということは、15回ぐらいがこれ、一缶でできるということになると思います。はい、ということで、15回分ということは、500円だったので、1回あたり33円ぐらいと、考えたら、そんなに割高じゃないですし、あとちょっとこれはメーカー推奨ではないんですけど、 CB 管からガスを移すこともできるというふうな方法もあるということで、いいのかなと思って今後いろいろやってみようと思います。そんなに高くはないなというイメージでした。以上です。